直後いろいろ議論された結果、森保監督の続投が正式に決定した模様。アジアカップをベスト8で終えたサッカー日本代表だが、JFA は8日に森保監督の続投を正式に決定したという。技術委員の話し合いの後に反町技術委員長が取材に応じ、次のようにコメントしている。我々は全面的にサポートする。全く疑念の余地はない。委員からは肯定的な部分と、厳しい声も聞こえてきた。アジア杯では受けて立つような感じになってしまった。熱量が少し欠けていたのは否めない。と語った。なお技術委員会では、課題としてロングボールの対応や決定力、さらには森保監督の交代策など采配に関する部分でも多く議論されたという。責任は？我が国では責任は感じるものであって取るものじゃないんすよ。名言だな。森ちゃんはやめへんでー。ベスト8の壁を突破するために雇われたが失敗したんだよ。それなのになぜか年俸3倍にして契約延長、頭おかしいだろ。田島もお前も。日本サッカー協会への諦めと自民党への諦めがダブルは、年間3億ならもっとマシな監督いくらでもいるだろ。これが田島のジャパンズウェイジェイ。ハリルホジッチならばイラクに負けた瞬間更迭になってる。そろそろ変えようよ。ジュニアは損切りしたくせに。ランキングがここまで上がったのは森保さんのおかげじゃないか。選手のおかげだな。